田村隆弘は、日本の俳優、田村隆弘と表記されることもある。坂東つまさぶろうの長男。田村俊馬、弟は、俳優の田村正和、田村良、田村兄弟の長男である。異母帝に、俳優の水上康弘がいる。京都府京都市出身。身長170センチメートル。京都府京都市出生。東京府東京市神楽出身。 京都府立京都第三中学校、同志社大学経済学部卒業。京都三中在学中に、同員学徒として、愛知県の中島飛行機、ハンダ製作所で働いた経歴を持つ。大学卒業後、一旦、東京都内の商社で、サラリーマン生活を送るが、1953年7月7日に、父が急逝。 近親者や木下圭介監督などから後を継ぐよう、強く進められた。父は、貯蓄をするような性格ではなく、逆に小築に借金があり、俳優になるのなら、借金はチャラにすると小築に言われたことから、最初は乗り気ではなかったが、父の残した借金返済のため、父が死去した際に在籍していた小築に入社し、映画、女の園でデビューした。 その後も、木下監督作品の常連となり、坪井久ひ原作の24の瞳を、はじめ、喜びも悲しみも、いく月、笛吹川に出演し、演技に磨きをかける。1963年、小竹大社後はフリーとなった。1964年、大河ドラマの第2作目である、赤浪市に出演した。1965年の大河ドラマ、 対抗期に出演し、主人公である、豊臣秀吉の軍師である、黒田義隆を演じ、坂東つまさぶろう13回期として、NHK で制作された、破れ太鼓で4兄弟が初共演を果たす。同年からの、兵隊ヤクザシリーズにて、有田上等兵役を公演、勝慎太郎とのコンビが人気を呼び、代表作の一つとなった。1969年には、 超高層の明けぼの弟の昭和と出演することが決定していたが、トラトラトラ。へ出演するために出演を取りやめた。同年には、魔像、17の首でテレビ時代劇発主演。この作品でも、田村三兄弟が共演を果たした。1972年の大河ドラマ、春の坂道に、拓庵を生役で出演。この作品でも、田村三兄弟が共演した。 1973年、必殺シリーズ第3作の、助け人走るに、中山文次郎役で、主演、1974年12月には、舞台でも、同役を演じた。1975年、沢島中作、梅田駒劇場の舞台で、田村兄弟が、舞台初共演を果たした。1978年の舞台、 東宝2月特別公演版妻をしのぶでは父、妻三郎の代表作である、無法松の一生の、無法松を演じた。1979年、父が主演した、地獄の虫のリメイク版で主演を務め、1980年、天平のイラカ出演時には岩人を演じ、中国本土でも知られるようになった。1981年、泥の川に、出演。 代表作の一つとなった。1984年、河井手、河に出演、連続ドラマでは、田村三兄弟最後の共演となった1993年、日本テレビの大型時代劇、勝海舟でも、田村三兄弟が共演、勝海舟を演じた、昭和助の父親である、勝正吉役を演じた。1996年には再び、 小栗監督と組み、眠る男に出演し、これも高い評価を得た。1999年、長年の功績から君4等旭実賞受賞を受賞した。京都府出身のため、プライベートでは京言葉で話していた。美男俳優としての人気のあった弟とは、対照的で、最も父親にの要望をしており、陰影のある役を得意としていた。2003年、 バンドを妻サブロ50回期に NHKBS で放送された、かけよ。バンツマに4兄弟揃って出演した。2006年5月16日、脳梗塞のダメ急性77歳遺没。本人の意思により、18日の葬儀後に公表された。改名は、自称院、年武博道ひろ2007年公開の映画、座焼き肉ムービープルコギが、 最後の映画出演であった。所属事務所は、改めて父、妻三郎の命日である7月7日にお別れ、会、天国に送る会を行った。死後の2014年、1984年に、制作された、朽ち手押し者が公開された。ありがとうございます。